金子さん、準決勝、準決勝すごい伸びでしたけれども、感触は良かったですか？そうですね、踏み出してからは落ち着いてコースも見れてましたし、うん、1着までいけるなっていう感覚がありました。うん、まあ、すごくその状態的に戻って、はい、もう一回上をというようなところまで戻してこれてますね。そうですね、ちょっと去年の後半調子崩して、うん、ずっとここまで来ちゃったんですけど、うん、やっとこう本来の調子に戻ってきたかなっていう感じはありますね。本当去年の、まあ、宇都宮記念の活躍だったりがあって、ただ、ね、その前に、ね、選手生命もというような大怪我を乗り越えてると思うと、はい、そうですね、あの時は本当にもう正直選手も難しいかなっていう感じだったんですけど、まあ、そこから去年だったり、まあ、今回だったり、確実にステップアップできてるんで、はい、いいと思います。いや、もう体は大丈夫？そうですね、いい状態まで来てると思います。その凄まじい復活だと思いますし、はい、ぜひ、ね、記念の優勝、はい、そうですね、まだしたことないので、G3 の優勝してみたいです。はい、じゃあ関東、まあ、しっかり3人いるんでね、はい、連携できるように、はい、わかりました、はい、頑張ってください。頑張ります。ありがとうございます。